どうも、一生ダイエット中、不滅のデブ、モーターズ、内原です。2022年春一番、タイヤ交換の季節がやってまいりました。春といえば、タイヤ交換だけでなく、車の登録台数も増え、新しく新車や中古車を購入するという方も非常に多くなってきます。そこで、中古車を購入した際に、まず胃の一番でやることは何か、私は散々言ってきました。毎年毎年。それはタイヤ交換であると。私のように輸入中古車を購入してタイヤ交換をするにしても、ヨーロッパ系のタイヤちょっと高えよという方のためにおすすめしてきたのがこちら、クムホタイヤエクスタ PS71 です。今までは BMW の3シリーズであったりとか、フォルクスワーゲンなど、いわゆる C セグメント、 D セグメントと言われるコンパクト系の車で装着をして楽しんできました。そこでの性能というのは折り紙付きだったんですけども、果たしてもうちょっと上のハイパフォーマンスカーではどうだということでですね、私自身も乗っております。ポルシェの981ボクスターの兄弟車にあたる981のケイマン、こちらをご用意させていただいて、エクスタ PS71 の性能に迫っていきたいと思います。この春のタイヤ交換の手引きとなりますので、ぜひ最後までお見逃しなく。ご登場いただきました、自動車ウェブライターの増田さんです。お世話になってます、増田です。よろしくお願いします。はい、増田さん、準レギュラーからお世話になっております。もうレギュラーじゃないですか。毎度毎度お付き合いいただきましてありがとうございます。今回もタイヤテストにご協力いただきたいんですけども、はい、クモのエクスタ PS71 です。増田さんはこのタイヤは記事を書かせていただくのに、はい、インプレッションは取らせていただきます。そうだそうだ、昨年動画でやりましたね、白っ子の時の記事のインプレッションの。そうですね。いかがでした、その時どんな印象を持たれましたか。実際乗ってみたらですね、まるでこうヨーロッパのプレミアムブランドのタイヤのようなしなやかさを非常に感じてですね、あ、これはいいタイヤだなっていうところ、まあ記事にもそういうふうに書いてると思うんですけど、っていうのが一番記憶に残ってる印象ですね。で、今回はそれをこの981ケイマンに装着してってことなんですけども、はい、ポルシェといえばこのいわゆるアフターパーツの効能を肌で感じやすい車であるみたいなところってあるじゃないですか。そうですね。そこでエクスタ PS71 が耐えうるタイヤなのかどうかっていうのをちょっと増田さんに正直にジャッジをしていただきたいということです。ポルシェはあのボディ剛性がねガチガチにこう硬くて、うん、ボディ剛性硬いってことは足回りが素直に動く、ということはその先にあるタイヤの感触っていうのは把握しやすいっていう特徴も確かにあるので、はい、楽しみに乗らせていただきます。ではこの後の続きもお楽しみに。ではこちらのクモエクスタ PS71 を履いた981ケイマンポルシェですね、転がり始めて最初の印象としてはいかがでしょう、増田さん。滑らかですね、粒感を感じないし、まあ、街中での乗り味というのは滑らかです。私自身あのボクスターに乗ってるじゃないですか。中古屋さんで最初に買って、まあ、ちょっとボロいタイヤ入ってて、ポルシェなんかそんなまともに乗ったことなかったんで、はい、うわ思って、何これだるっていうのが最初の印象だったんですねこんなん買っちゃったんか俺大丈夫かなと思ったんですけど、タイヤ変えて、あ、そういうことねと、タイヤでこんなに変わる変化を感じられるんだこの車はと。ポルシェこそタイヤは常にフレッシュでいてほしいなっていうのはやっぱありますよね。ダイレクトにタイヤの感触伝わってくる車なので、はい、顕著に感じるんじゃないですかね。今日はですね、高速道路そしてワインディング、はい、まあ、まあ市街地のところもですね、まあ、今まさにお話ししてますが、その3点に絞ってですね、まあ、サーキット攻めるわけじゃないけども、ストリートで気持ちよく走りたいというオーナーのための手引きになればなと思っている次第です。まあまさにそうですね。ポルシェに乗ってるからみんながサーキット行くかって言ったら、サーキット行かない人のが圧倒的に多い。そうですよ。私2年間所有しましたけど、企画で1回だけ行きましたけど、自分の意思では行ってないです、はい、まあ、ちょっとタイヤとはね話は変わるんですけど、まあポルシェって言ってしまえば素のグレードを変えようみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか。もう内原さんにもっとお仕事をいただいて頑張ってこう、はい、僕もいつかはお仕事ください。うわ、頑張ります、はい、頑張りましょうっていうぐらいいい車ですからね。本当そうなんですよ。さあ高速道路に乗りましたけど、いや高速道路に乗った瞬間、さらにこの滑らか具合っていうのはよくわかるんじゃないですか。これ滑らかですね。ポルシェってそのやっぱりまあスポーツカーなんで、はい、一般的な乗用車に比べると圧倒的に足は固めじゃないですか、はい、ただまあもちろんドイツ車特有のそのゴツゴツした感じではなくて、まあ、あくまでもこうしなやかなんだけどしっかりと踏ん張ってくれる足が、四つ足がね。だからこう例えば今はちょうどこう継ぎ目を何本か超えてますけど、こういうちょっとした段差とかはもうちょっとねゴツゴツ感じてても
決して不思議じゃない、まあ、比較するわけではないんですけど、私自身もそのボクサーに乗ってて、こちらほぼ同じサイズのタイヤを履いてますと、で今日履いてるサイズはフロントが235の40の19、はい、エリアが275の40の19と、はい、で僕の場合はフロントが245の40の19、はい、でちょっとだけ、まあ、フロントが太いっていうところはあって、ダウンサーズをついてるっていう、まあ、ちょっと条件ではあるんですが、まあ、ヨーロッパ製のタイヤを履いてて、まあ、もうちょっとスポーツ感といいますか、粘っこい感じですか。粘っこい感じするんですよ。でそれもそれでまだいいんですよ。たまに疲れんのよ。なるほど。1時間以上運転してくると、あ、なんかだりーなって。その点このタイヤやっぱ軽いですね。軽いですね。その粘っこい感じはしないですね。やっぱ過去の BM の3シリーズ履いてた時もやっぱ軽さっていうのをね、すごい感じたんですよね。軽さは重要ですよね。まずは燃費にとにかく直結するので、あとはやっぱその転がりがスムーズなので、はい、まあ、乗り味もやっぱり軽くなる、はい、まあ、車に詳しいちょっと好きな方とか、バネ下重量とかちょっと小難しい言葉をご存知だと思うんですけど、ホイールってやっぱりある程度の強度を持たせなければいけないので、まあ、市販品で軽いと言われているホイールでも、まあ、このぐらいのサイズになれば8キロ後半から9キロぐらい、じゃあそれを劇的に軽くできるかって言ったら、まあ、市販品で言えばもうそれ以上は無理ですよね。単造で、まあ、やったとしても、多分そのぐらいはまあまあ限界はありますもんね。そこでやっぱタイヤがどれだけ軽いかっていうのは一番響いてくるところだと思うんですよ。直接路面に設置する部分でもありますもんね。そうそうそう、軽さというところでゴムの素材も多分いろいろと研究されてると思うんですよ。相当苦労して開発されて、タイヤもゴムもいろんな種類が使われてるんですよね。1個のタイヤに構造用のゴム、トレッド用のゴムみたいな、はい、その進化をとにかく感じますね。いろいろな、まあ、研究の中でこの軽さを出しながら、他の部分の、まあ、運動性能というのもちゃんと担保しているだろうと、まあ、今回はですね、あの高速道路、そしてワインディングでもテストしていきたいと思いますので、もうちょっとその運動性能の部分に関してはこの後ワインディングに行って確かめていきたいと思いますので、どうぞお見逃しなく。はい、いかがでした？高速道路を走ってきまして、もともとポルシェって速進安定性と言われる、車がまっすぐ進む力が強い車種、はい、車が勝手にまっすぐ車線に合わせて進んでくれる、自動運転という意味ではなくて、一般の方であれば無意識にこう当てる、右に左にっていう細かい修正とか一切なく、本当にレールのように走ってるように、これはもう体安でかなり影響される部分なので、もうバッチリなんだなと思う。せっかくポルシェ乗っているのに直進安定性がとか運動性能が落ちたでは話にならないので、ポルシェとかお乗りの方であればプレミアムヨーロピアンタイヤですね、まあ、ヨーロッパ系のブランドを選んでおけばまあ間違いないだろうというところは当然あるとは思うんですが、いかにせよ高いわけですよね。で、まあ、ポルシェに乗るんだったらタイヤの金額ぐらいでケチケチすんじゃねえよと、まあそういう声はビシビシ聞こえてきそうな、まあまあそんなコメントもあるでしょうよ。とはいえどもですよ、このオーナーさん実は会社員ですよ。私もそうです、会社員ですよ。会社員でもポルシェに乗れんですよ。その辺多分ね、一般の方驚くと思う。そうなんですよ。金持ちじゃないと乗れないとか、維持費めちゃくちゃかかるとか言うかもしれないですけど、僕2年間オイル交換しかしてません。長期ローンとかですね、いろんな手を使えば会社員の方でももう楽しむことができるので、高値の花では決してないんですよ。まあそこでとはいえですね、高いタイヤを選ぶのはちょっとっていう方にとって、今日ですねご紹介するクモエグスタ PS71 がいいチョイスになるのかどうかっていうのはちょっとお届けしたかったところなんですよね。まさにこれからいわゆる山坂道だよっていうところです。そうですね、入ってきましたね。ここまでの印象で言えば、はい、あ、もうありですよね。さあコーナーが続くところに入ってきましたけど、いやーやっぱ気持ちいいな、ワインディングこの車。あ、気持ちいいですね。やっぱりミッドシップだから鼻先軽いし、動きがすごく素直なんで、やっぱりミッドシップってあ、いいなって思う瞬間で、それがまさに今もうそういう感じ。ワインディングって常に右左右左で、コーナーによってはその R といってね、きつさが違ったりとか、いろんなシチュエーションが出てくるのがワインディングだと思うんですけど、そういった点ではもうタイヤの性能がそこでいかんなく発揮されるというか、影響を受ける部分なんで。そうですよね。今軽くこう右左ってこうずっと来ましたけど、まあ、いわゆる腰砕け感的なやわな感じも当然しないですし、まあ、速度はそんなに高くないんでね、絶対的なグリップがどうのっていうところはまだお話はできないんですけど、まあ、ちょっと速度域さっきよりもね上げて、で R のきついコーナーが続いてきましたけど、どうですか？タイヤが路面をこう、まあ、いわゆる掴むという、そのグリップしてる感じもハンドルにちゃんと伝わってきますね。まあ、先ほど増田さんがおっしゃった通り、右に左にこう連続的にこうハンドル操作をするタイミングって、はい、このタイヤが軽いがゆえにその
動作が楽っていうのもポイントなんじゃないのかなと。あ、それはあるかもしれないですね。さっき言ったそのミッドシップ特有の軽さ、はい、軽快さっていうのがより感じられるのかもしれないですね。あ、ここ大事ですね。もともと鼻先が軽いっていうのはこの車ですもんね。それをより軽やかにするのであればありですね。いろいろバランスがいいタイヤですね。そうですね、価格もね、良いのである。よし、乗り心地よし、もういうことない、走りよし、散歩よし、散歩よしですね、本当にすごいタイヤ。ではドライバーチェンジで助手席で体験させていただきます。あ、やべ、 PDK の癖でシーケンジャルを探してしまった。こうやってしまった。おいおいって、軽やか。助手席に乗っててもやっぱり分かりますね。さっき内原さんが言ってた通り、乗ってる方が楽ですね。これ結構重要ですよね。そう、例えばあのサラリーマンの方で頑張ってね、ケイマンボクスターを買いましたって言った時に、はい、で助手席にじゃあ奥さんを乗せてドライブ行きましょうって、うん、乗り心地悪かったら、あんた何この車、高い金払ってって言われるじゃないですか。非難ごうごう受けるわけですね。特にスポーツカーって運転してる方はね、楽しいんですけどね同乗者にしてみたらたまったもんじゃないって結構ある話ですもんね。うるさい、乗り心地悪い、うんぬんかんぬんみたいなね。さて今度上り、上り、確かにこのダイヤなら奥さんも文句は言わないでしょう。あの幅で、はい、あの扁平で19インチでしょ、はい、すごいですね、こんだけ乗り心地がいいんだから。ご登場いただきました、こちらの981ポルシェケイマンのオーナーの久保さんです。わあ、久保です。はい、久保さん、本日は車をですねお貸し出しいただきましてありがとうございます。久保さんは普段はどんなお仕事をされてらっしゃるんですか？はい、私は車のコーティング業をやっております。そちらの施工を担当されてらっしゃると、そういういわゆる会社員ですよね？はい、そうです。会社員でもケイマン乗れちゃうんですね、すごいな。このケイマンは購入してどんぐらいなんですか？ちょうど2ヶ月になります。え、2ヶ月つい最近買ったばっか。そうです。タイヤに関してはいつ交換したんですか？先月ですね、1ヶ月前になります。1ヶ月、じゃあもう1000キロも走ってないぐらいですか？そうですね、1000キロまだ走ってないぐらいです。いかがでしたか、その最初に履いてたタイヤからこのクモのエクスタ PS71 にして何か良かったなとか変わったなってポイントってありましたか？率直にロードノイズがすごく静かだったなっていうのは思いました。前の状態やではもうちょっとロードノイズが気になるような感じでしたか？5年ぐらい経ってたので5年か、硬くなってたと思いますので、それでちょっと音してたのかなと思うんですけど、でこのタイヤにして、まあ、ロードノイズっていうのはとにかくないなというところを感じたと。それ以外いかがですか、何かこう特徴的だなと思った点とかありますか？ハンドリングがすごく軽くなったというかですね、運転しやすくなりました。そこ結構重要ポイントですよねそうですね、ハンドリングが軽い、はい、軽やか、はい、その中で他のタイヤと迷ったとか候補ってありましたか？特には候補はなかったんですけど、はい、やっぱり有名メーカーのタイヤの方が安心感があるなって思ってたので、選ぶとしたらそういう、まあ、あえてその有名メーカーとかを選ばずして、はい、このクモエクスタ PS71 を選んだ理由っていうのはどういったところにありますか？とにかく安いっていうところが一番なんですけども、金額面はね、そうですね、はい、それはありますよね、はい、あと見た目でですね、全然他のタイヤと見劣りしないというかですね、高級感あるタイヤだなっていうのがあったので。タイヤの見た目、要はそのサイドウォールのデザインであったりとか、はい、トレッド面のパターンって言いますかね、はい、ここが割とお気に入りですか？そうですね、あのチェッカーフラッグとかね、はい、チェックの模様とか、はい、これがイケてますもんね。いや本当そうですね。だからまあ金額と見た目っていうところで最初性能のところはどうでした？期待はしてましたか？値段的にそこまでは期待できなかったんですけど、うん、最初は期待はそんなしてなかったと。そうですね、しなかったですね。いざ走ってみるとドライも安定してますし、ウェットも多分溝の形からすると相当いいんだなっていうのは感じます。じゃあなんか最初の大丈夫かなっていうのは、はい、気急に終わったというか。そうですね、もう全然そんなことないじゃんと、はい、どうですか今回クモエクスタ PS71 を履いて、まあ、もし久保さんのご友人とかでですね、はい、こうヨーロッパ車乗ってるような方とかいらっしゃいましたらば、はい、おすすめできるタイヤかどうかでいうと、はい、いかがでしょう？勧められます。
進められる。自信持って進められます。自信を持ってお進めができると、はい、いや非常にこう力強いお言葉をいただきましたね。はい、じゃあ久保さん、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、じゃあより良いカーライフをこれからも送ってください。はい、そうさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。クムホエクスタ PS71 マジで遜色ないタイヤ。過去の私の経験から言ってもコンパクト系2リッター前後の C セグメント D セグメントのヨーロッパ車にはもちろん、このハイパフォーマンス系にもバッチリハマるということが今回のテストでよく分かりました。値段よし、見た目よし、走りもよし、とにかくたくさん乗って車を楽しんで、ああタイヤが減っちゃったってなっても金額のところは気にせず、また新しいのをすぐに取り替えよう、そう思えるタイヤとしては本当にうってつけですね。お世辞抜きにいいです。そんなところでこの春タイヤを変えよう、そして入車を中古で買った、そういった方はぜひこのエクスタ PS71 購入検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画面白かったなって方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。